こんばとんね3年かぶりにね「幸之助リアル TV」をね今日からスタートするんですけどなんかあの今日ねやっぱりあの、まあ、初日っていうこともあって、まあ、あのちょっと若干ねあのシステムがまたなんかトラブってて、まあ、あの見れる方の方がなんか少なくなっちゃったみたいでね。 なんかあのセッティングしてる間のなんかサーバーとか,なんかその辺、ちょっと私も細かいこと分かんないんですけどなんかあのもう集中的にねあのアクセスが重なってるらしくてまああの私も今ねあの残念なんですけどあのチャットが見れない状況でまああのちょっとねあの皆さんとのなんか会話のねキャッチボールしながらトレードしようと思ってたんですけどまああの3年前にも「あ兄貴あああテレビ」をねスタートした時も。 まあやっぱり23日はねこういうようなトラブルの中始めてまあ,あのそれもね、まあ、見越して本当ならねスタートからまあ,あの展開よくね始まればよかったんですけどもまあやっぱりまあ機械的なこととねまあそのまあ本当はねあの今日100人ぐらいでスタートすればね、まあ、トラブルもないんですけど急激にね五6 0 0人とか、まあ、1,000人ぐらいがねアクセスしてるのがちょっとわからないんですけどまああのやっぱりねライブ生っていうのはね 何まあその辺をね毎日あの試行錯誤しながらねメカニックもあのしっかりね安定したまああのシステム作りとねで、まあ、あとは私もね今日からあのこの200万円のね講座を皆さんと一緒にまああのセミナーをね楽しくしながらまあ少しずつでもいいからねプラスにしてまあ200万がね300万になり300万が400万になりっていう形でね まあ、あのスタートしていいきたいと思ってますんで、まあ、とりあえずね今日はあの本当にホヤホヤなねあの第1回目で、まあ、スタートしますんで、まあ、とりあえずあのチャット見れないんですけどあの多分ねあの昔の会員の方とか、まあ、あの私の、ね、過去の兄貴時代のファンの方が、ね、たくさん無料でね申し込んでくれて、まあ、本当にコメントとか、ね、チャットであの全部あの。 アンケートなんか読ませてもらってね懐かしい人がたくさんいて嬉しいってねまああの本当はねあのキャッチボールしながらいつもどり楽しくやっていきたいんですけどまあ今日はねそういったことでちょっとあのまあ私のね勝手な一人よがりというかね一人おしゃべりしか今あのとこはちょっとねシステムが間に合わないんでまあとりあえずねあの本題に始めてみますけどまああの先週もね金曜日雇用統計終わりまして。 まあようやくねいろいろ材料出尽くしみたいな形でドル円なんかも安定してまあなんかね100円割れるんじゃないかっていうところまでね下がってまあユーロポンドもねだいぶ下がってってまああのここからね徐々に徐々になんかこうじんわり上がってきてるかなとまあ日経平均株価なんかもまあ,あの1万4000円の方割れまして一瞬まあ今日なんかもねまああのまあ今日自体の上げ幅はね100250円ぐらいの中で まあ、ここのところじゃね、まあ、5600円上がってまあ、間もなくね本当に展開よければあの1万5万五千円回復とかまあ,あの東京のねあの市長なんかも、まあ、東京都庁ですかねまあ増添市に代わってまあ,あの原発反対のねあの小泉細川組なんかもあの私なんかもうひょっとしたらね当選するんじゃないかなと思ってたんですけど。 まあ、アベノミックスのこともあるんでねやっぱりあの自民党としてはあの、まあ、予定通りの展開でっていう形でまあとりあえずねあの相場なんかもアベノミックスっていうのがねかなりまああの下へ来そうになってねトレードがあの全国中世界中で始まって、まあ、こういうふうに、ね、上昇してますんでまあとりあえずまああの海外勢なんかからもまああの、まあ、細川小泉組がね当選するよりはあの 将来的にねこっちの方が日本に対しての投資価値というかそういったのもねこれでアベノミックスでっていうねまあそんなところで一応相場はね比較的安定して今もみ合い状況というかねまああのこっからねスキャルピングでまああのちょっとねシステムの不具合の中でねやっていくんで何時までねできるかわからないんですけど私もねやっぱりこう34年間 この沈黙をねあの石垣の方でのんびりしまして、まあ、あの実業の方に、ね、精出しながら、まあ、あの焼肉ハンバーグレストランとね石垣牛専門店の焼肉屋をまああの